平野紫仕様の演技力に驚き、黒詐第一話の魅力と黒島ケツナのそんな役どころ、キング・アンドプスのメンバーである平野仕様が主演を務めるドラマ、黒詐の第一話が放送され、注目を集めました。このエキサイティングなエピソードでは、平均世帯視聴率9.2%、ビデオリサーチ調べ、 関東地区を獲得し、全クールの人気ドラマ、石子と羽男、そんなことで訴えます、の初回視聴率6.9%を上回る吉見スタートを切りました。黒サギは同名の漫画を原作にしてより詐欺師によって家族を失った主人公黒崎隆史、白平野氏、よが人生をかけて詐欺師たちに立ち向かう物語です。 この作品は2006年にジャニーズ事務所所属の山下智久が主演し、連続ドラマ化されたほか、08年には映画版も公開されました。クロサギの主演が発表された、後ネット上では主演は山 P しか考えられない。なんで平野が主演なの山 P で続編作ればいいじゃん、といった厳しい声が相次ぎました。 これに対し、原作漫画の原案を担当する夏原武氏は8月に自身のツイッターで、クロサギのドラマ化の話、引きこもごもって感じですねから、わかります、と反応しました。また、 キング・アンドブスのファンからは、ヤマピーの方がいいといった書き方はやめてほしい、との意見が寄せられ、夏原氏は、それは大変失礼いたしました、と返答しながらも、納得できなかったのか、で、と追加のコメントを残すなど原作者とファンの間には緊張感が漂っていました。 初回では、黒崎が詐欺被害者である吉川真珠、船越英一郎の家を訪ねる場面が描かれます。しかし、黒崎の本当の目的が詐欺師であることが明らかになると、たつきの娘である吉川つらら、黒島決裁が激しく反発します。一度詐欺に会うと詐欺師たちの間で情報が回って次から次へとやってくるんですよね。とつららは叫びます。 さらに、つららは黒崎の助言である、警察なんか、助けを求めても、無駄、と無視し、警察に辰つの被害を相談したり、辰つが騙されたセミナーの参加者に接触したりと、単独で行動を起こします。黒崎は詐欺師を騙すために辰つの協力を仰ぎますが、つららは黒崎に対して、やめてよ。やめてって言ってるでしょ、と攻め立てます。 彼女は、さらに、キャン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 騒ぐのやめてもらっていいですか耳に刺さるんで、と鬱陶しそうな態度を見せるシーンもありました。予想通り、視聴者からは、ヤマピー班との比較の声が相次ぎ、賛否両論が巻き起こっています。ただし、その中には、ヤマピーのイメージが強かったけど、ヒラノさんの演技がうまくてびっくり、開始数分でやられた。主人公のヒラノさん。 とんでもなくかっこいいし、役にはまってる、平野さんを見て違和感なく成立してたから驚いた、といった、平野版を称賛する声も多く見られます。一方、ヒロイン役の黒島ケツナに対しては、黒島さんのキャラがうるさくて脱落しそう、ヒロインのバタバタした感じが苦手、黒島さんが演じるヒロインが好きになれない、というネガティブな声も相次いでいます。 このような状況について、テレビ指揮者は、山下版のつらら役は、女優の堀北真希が演じていましたが、当時も、ヒロインがうるさい、と、苦情が続出していましたから、そういうキャラということなのでしょう。しかし、黒島けつなといえば、NHK 連続テレビ小説、ちむどんどん、で演じた主人公比が信子の非常識でズうしい言動が、物議を醸したばかりです。 黒詐欺でも同様の批判が出ることになぜ彼女にはそんな役どころばかり回ってくるのか、と同情してしまいます、と述べています。ジャニーズ事務所のドラマ出演は、平野耀にとっては朝ドラのイメージを払拭する絶好の機会でしたが、再び、ヒロインが好きになれない、という物議を醸している黒島ケツナにとっては負担となっているかもしれません。 以上が平野紫陽主演ドラマ黒詐欺第一話の内容と視聴者の反応についての報道です。初回放送後、注目が集まっており、今後の展開がますます注目されます。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。